当てる手もあるらしいですね。だからなんか先に当てを打って、ああこうやって出て、ここをどうやって渡ってくるんだっていう手もあったみたいですと。で、霧を残すとか。ああ、そうだね。これはこれでまたこう争いとか、うん、でこういう手ならむしろ渡らせた方が、確かにね、なるほど、ね、それでややこしいみたいです、ね、下がりが敗着やった可能性が、まあ、ありますね、うん、あとはこの甲立ての順番がどうだったかっていうのも、うん、めちゃめちゃ大変な、それはね、この損甲は損甲でも後で打たなきゃいけなかった、さっきこっちの甲立てに打っとくべきだったかっていう、こっちにこう打ちされるとここの声が効かないっていう、うん、それ、いやそれは自分を見ててそう思ったけど、ね、またそこ切ってくるのは別に損じゃないもんな、まあね、とりあえずここを打っていって、なんか開けダメ開けときたかったやろな、この左からね、から最後多分行っている、うん、可能性あるからね、手で切り打ちたくないっていうのはあります、ね、うん、でもこっちの方が現実的な損耗ではちょっとね、はい、抵抗あるよな。ご飯食べました。ご飯は食べてないです。これを食べたいですね。この後がもうご飯でした。お腹いっぱいですわ。くわお腹すきました。でもずっと頭動いて、もうエネルギーが。あ、そうです。左下ね、これ最後いっている形っていうか、なんて言うんでしょう、ね。これが、まあ、あの、不運ちゃ不運やね。ここがぴったりで、ね、手入れがいるっていうのが、まあ負けるときはそういうもんですよね。こんなに広いのに、うん、あ、ほんまやな、広いのね、10個も空いてるのね、11個空いてる、11個あるで、12個か、まあ、元からその当てがないところ12個空間がね、あったのに。井山さんの本因坊戦最初から最後まで見とっといたら、いやもうなんか死ぬみたいな。いやでもまだまだ分かんないですけど、ね、まあね、そのだって30年後とかにまた井山さんが30年後に復活してくる、挑戦するかもしれないし、まあまあそれはだってね、周光先生何歳でタイトルに66か66あとね、66で取って67で防衛者かな、67の方です。だって今山さん33、34、うん、34としてもまだ30年後まだ64、いやそれだったらさ、今すでにあのタイトル71回ぐらい優勝してるらしいからね。どんだけどんだけやねん、結構びっくりせえへん、71回優勝してる、すでにすごいですね、34歳で、普通の、いやほとんどの人がそんな、もちろん一つも縁がなく終わるわけですからね。ちょっと7大タイトルだけで、いやいやいや、あ、全てですか、うん、ああ化け物ですね、20年ぐらいの棋士生活でね、だから何平均して毎年3つ4つ韓国のイ・チャンホさんは、はい、まあ、100回以上優勝してるらしいですね。7代で7つ取ってる時はあったわけですか、うん、まあ、確かにそれぐらい取っててもそれぐらいの勢いでいかんかったらでも70とか。そうです、40秒、カド番になってから強いですからね。そうやね、カド番慣れてるもんね。何回カド番になったんでしょう、ね、なんか全部がカド番に勝ってたっていうか、フルセットの時もありましたね。なんかね、もう普通に終わらせるんで面白くないみたいなね。どんどん手数伸びてますよ、317って。すごいね。なんか昔誰かそういえば計算してたね、あの、だからタイトル7つ独占してた時に、はい、彼の一手がなんぼかみたいな。
よくそういうのあるやんか、大谷の一球投げるのが何十万とかね、何百万とか。単純に計算をすると、まあ、仮に賞金が1億は絶対超えてたはずなん で、うん、で1局が200点くらいと仮定しましょう。200点仮に、うん、200点だと。でも自分100点しか打たへんから、もうちょっと120点ぐらい、まあ、120とか半端だと掛け算しづらいなと思ったんです。そうか、じゃあ100でいいや。 1局100としましょう、うん、あ、それ計算しやすいね。で1年間に何局打つかですよね、うん、何局打つんやろ。うん、でも満勝負だけと考えると、まあ計算しやすいように7744、まあ50ぐらいにしといたらでも50だとリーグ戦とか打たないと50まで届かないです、ね、うん、まあでも満勝負だけだと7321と4520で41。ああ、そういうことか。まあ40にしますか、うん、セット計算しやすいようにね。40局かける100です。うん、4000手打つわけね。4000手を1億で割るわけですか。じゃあ25やね。 で単位が何になるかやえ25万ぐらいってことかもしれないですね。ああそうなんですかね、すごいざっくり。25万いいな、もう言ってだけでも代わりに出してほしいね価値が減ります、うん、あ、イチャンホさん世界ランク100位か。もうあんまり対局そんなに打ってないイメージだよね。でもあ、なんか左下の項が始まりましたけど、まあ、ただこれはその真ん中中央白が頑張ってこれはあれなんですよね、あの手入れせずに終局をなんちゅうの、あの主張するみたいな昔たまにあったんですけどね。あの高立て豊富でこの場合はそういうことにはならんわね、これ。だからここで、あれ白が40秒とこれ抜かれへんから、まあどっか高立てしたとして、でこの状態で最終的に放置して、まあ普通だったら最終的にこれ手入れいるじゃないですか、はい、私は手入れしませんと、このままで取れてますよっていう、昔はそういうちょっとも、あの揉め事というかルールがちょっときっちり決まってなかったようなところですかね。これでまあもちろんちょあの高立てが余ってて、はい、取り返すと。でもルール上これはあれなんですよね、この状態では終局はこれではできるんじゃないですか。でもう一手こういるんちゃうの。いや一手寄せっこうですね、これ、うん、だけど要するにね、これはルールの問題なんですけど、ここ一手寄せっこういらないんじゃない。いやいやいや、あのね、こうでしょ、でこうして、で要するにこの形で終局なので、はい、パスするわけですよ、はい、でここも打たれるじゃないですか。打たれます。その時にここには打たれへんでしょ。パスしなきゃいけない、ね、パスしないから。そうすると黒が次手順が回ってくるから、はい、ここでこれパスってしたら、はい、ここに打てるんですよ。で抜いて、でもこれでこう仕掛けれますよってなったらどうですか。これでも仕掛けたところで、はい、どうせもう一手いるからね。このままではこう、これそっか、そう、それ打たせて取っても一緒ってことですね、うん、結局あの高立てがいくら豊富でもこのままで終局はできない。これもルールで決まってるので、もうそれができたらもっと複雑になるね、こういう碁は。でも立ち合い人はちょっとそわそわしますか。あの まあ、ルールをちゃんと分かっていれば、はい、たまにだからルール知らん人が揉めるわけですわ。普通の一手寄せ項ではないわけですね。さっきの形が方向になりそうな、うん、普通の一手寄せ項でもあの一手寄せ項は手でいるん。あ、結構あのだからこの
まあでも、まあ、ちょっとこれと離れるからあれだね。数がめちゃめちゃ すごいね。どうせたらもう400ぐらい今330まで来ました。あ、お疲れ様でした。もう終わってるいやまだ何か起こるかもしれんけどね。いやそうです、うん、あと取り番を間違える可能性ありますね。あ、違うとこ取っちゃうかもしれない。たまにあるんですね、そういうハプニングがね。でもこれもしかしたら、スローはこう仕掛けて勝つ半目じゃない可能性もあるんですね。あ、1半になるってことか。1半どころかじゃなくて、その、あ、これ取る、死ぬからね。あ、それはあるね。どうせ負けやったらね、はい、華々しく散るみたいな。ああ、中国ルールの方が優秀なんですかって。あの、でもまたちょっと語が変わってくるというか、席の時とか違いますね。あのね、ちょっとここで説明するの大変だけど、まあ、極端なこと言うと、ここ例えば白がこういうところに、あ、ちょっとあれやね、これ進みますけど、黒がこういうところに打つ手が損にはならないのが中国ルール、はい。日本ルールだと一目損です。一目損なんだけど、中国ルールの場合は石の数も点数と数える、うん、だからここに打っても別に自分の陣地を減らしていることにはならない。難しいね。中国ルールだから自分の打てる着手ができる方が多い方の勝ちみたいなことですね。まあそういうこと、盤上にどんだけ自分の石を並べられるかということなんですね。うん、だから技術的にはほぼ変わらないんですけど、でもそのちょっと特殊な形ができたら3目4目すぐあの日本ルールと変わってくることがあるんで、はい、うん、だからね、一概にどっちが優秀かっていうのは、あとそうですね、整地が大変とは聞きますね。中国ルール、あ、そうそうそう、あれはね、慣れてなかったらもうついていけないです。あと7目、6目半がないんでしたっけ、中国ルール。ないですね、ない。そうです、さすがに7目半は白持ちたい。まあ普通そうやろね。六半でもなんか結構白っていう人もいます ね、うん、延々とこう争ってます。うん、なんかね、どんどん質問とかもしあれば。そうですね、今なら暇ですから30秒は残り2分ね。そう、整地の仕方が分からないんですよ。終局したら審判が来てゴソッと崩すからね。あれをギョッとしますね。もう心臓止まりそうなんですね何してるんだろう、うん、石の数数えてるんですか。片方の石の数が数えてるんですか。まあまあそうなんですけどね、片方の石の数と何や陣地を数えるか。寄せがうまくなるにはどうすればいいですか。それは大橋成也の本を買えばいいんちゃう寄せの本は出してないんですよ。いや出したいなとは思ってる。今からでも間に合うで。一番難しいですね、その説明する、その基本的なことは教えられる。寄せは難しいね、難しい、うん。40秒。有限の間の500円プランを作ってください。うん、そうね、そういう立場にある人がこれ見てたら、うん、考えてください。6000人も見てるからね。そうです、盛り上げ、こう今から盛り上げるっていうのもどうなんですか、これからもう。いや、静かに、ね、終局していく。いや、さっきも言いましたけど、はい、見てるだけで疲れ果てて
タイトル戦の観戦をプロは何人ぐらいいらっしゃるんですか。まあ、でも場所によりますよね。場所にあの交通の便のいいところとか。でも最近やっぱり減りましたよね。あの中継見れるからね、どこにいても、ね、家でももちろん YouTube 見れますし、うん、そうなんです。昔は、ね、現地行かないと何もわからないっていうことが多かったですけど、なんかね、はい、ファックスとかね、現場主義的な、はい、あの棋士も多かったんですけど、院生の時に見に行きました。あ、今はどっちかというと少数派やね、そこ、ね、見に行くっていうのね。現地の検討めちゃめちゃ好きなんですけど、うん、あんまり空気師が今いないです、ね。うん、まあ、でも設営する側から言うと、はい、あ、そんな大勢来られても困るんですよね。あ、まあ、あの適切な人数、うん、10人ぐらいならまあまあ場所にもよるしね、はい、うん、現地の大盤解説行ってみたいな、なかなかチャンスが、いや、ぜひ来てください。で、東京とかね、大阪だと結構やること多いですけど、地方だとね、なかなか。いや、でもね、はい、それの方が集まりはいいんですよ。あ、そうです、ね、人口比から考えたら、はい、うん、なのでまあね、私も北は北海道から南は沖縄まであちこち行かしてもらいましたけど、はい、あの土地柄っていうか、はい、暑いとこは暑いしね。沖縄なんかすごい盛んで、あ、そうなんですね、人すごい集まってくれて、沖縄で対等したかった記憶が、うん、最近はなかなかね、その経費の問題もあるんで、まあ、私はね、海外対局なんかもいっぱいよう行ったよな、海外なんかね、うん、スペインとかブラジルとかあったみたいですね、まあ、全然その時代じゃないんですけど、まあね、現地行くだけでいいんですか、抽選とかありますか。あ、まあ、事前予約制みたいなところは、ね、ですか、ありますけど、あのほぼ大丈夫です、大体大ほぼ大丈夫です。ずっと怖そうってます。まあ、でも場所によって事前申し込みが必要なところもありますので、はい、まあ、あのその都度チェックしていただければ、そうですね、あの、はい、あの、ありがたいです。ああ、こう、あの下でご覧になって、はい、お尻が痛い。お尻が痛い。7時間見てるから。確かに7時間座ることもね。いや、あれね、見てるだけでものすごい疲れるよ。7時間見るとさ、映画や、例えば映画やったら7時間見てたら3本4本ずっと見てる、ね、頭おかしになってくると思うよね。だからね、やっぱりそれ考えたら大盤解説来てくださるお客さんです。すごいよね、すごいです、素晴らしいですね、うん、でもよく考えたらだから今までずっと喋りた仕事やん、ね、いや、そうですけどそうなんですけど、先生は手合いですからね。ああ、私も手合いなんですよ、明日。あ、そうなんですか、はい、大丈夫ですか。いや、もう大丈夫かどうかわかりませんけどまあ、あの後藤先生のチャンネルの更新はないんですか。ないな、なんかね、すいません本当はやりたいんですけど、なんか企画用意してますかみたいな、ちょっと諸事情ありまして、なんかね、こういうの見たいとかあればやってくれるんですね。そうね。あ、そうか。これ石数足りないことが考えられますね。361超えると、あ、そうね。物理的に石が5系からなくなって、はいはいはい、あの取り石の交換を立ち会い人が入ってやらなきゃいけない。あ、そうね。前に一回羽根先生がやってました、ね、まあ、たまにありますね、はい、うん、まあ、ちょっと微笑ましいといえば微笑ましい。 ありがとうございます。こちらに本因坊戦挑戦試合最長手数記録、ああ、去年のあれですよね、去年の1局目のあの碁が1位です。あれもすごい碁やったね。あれが357手。うわ、
あれ、これはこれ今すでに343です。おで、2位が343なんで、もう並びました。ああ、ということはもう超えたってことだよね。超えました。増えたからね。これでも、対局者左下分かってないことあります？ルールを、うん、こんだけ延々とやってますけど。まあでも、どう考えてもこれ、はい、あのこの状態から似ているわね、これ。まあ、いりますね。まあ、ルール知ってる知らずに関わらず、この形はちょっとね。ちなみに最短手数が59手だそうです。ああ、あれでしょう、あの主張のやつね。はい、あの韓国でおめえさんのね、はい、はい、GT4 杯をする。あ、もうそれはね、お金があればできますけどね。10手で新記録で盛り上がってますね。こんなに長くなると思わなかったですね。コスパ悪くなるね、あんまり打ったらね。さっきの計算から言って。前もその1位の357手の時も半目でした。はい、あの時もね、僕自分解説、大盤解説会手伝ってたら、はい、いつの間にか最後まで ずっとあのものすごい多すぎて、あのそうなんかね、あれは夢中になって見続けましたね。あれもその終盤とんでもない手が、ね、そう、もう大変化大変化で、あの後も半目勝負で最後までわからんってこう、あの後もこうがついて、まあこうがよっぽどなかったら、なここまで来ないですね、うん、絶対いかんからね。やっぱり詳しい人多いね。あのその市長やられたけど、そのシリーズは本因坊をダッシュしたんで、はい、すごいですね。だからああやって油断させといて、ね、すごい作戦が功を奏したんで。40秒。しかし毎回よくこんなギリギリの勝負になると不思議やと思えへん。いやー、本当になんかすごいですよね。やっぱりすごいよね、この2人の力量がズバ抜けてるというか。こんだけやって半目勝負っていうのはすごいですね。そう、本因坊戦封じて探偵数記録っていうのもあります。ああ、それはあのね、17手とか違う。17手です。さすがですね。いや、あのね、昭和の時代の方だよ、ここ。昭和58年です。うん。あれ、それ、臨海法長地区の。そうです、うん。生まれてもないです。生まれてない。俺もギリギリ生まれて多分入団して数年やったかな。朝鮮帝第7局です。あ、違う、昭和53年。58年です。ああ、だから入団直後ぐらいです。何考えてんのよね、17手って今だったらもう1分で終わることもありますよね。今回はもうさっとめちゃめちゃ早かった、ね、じゃあ記録がね、いっぱい文龍の7番勝負星ならお、まあ圧倒的に白星が多い。まあそうやろな、そうだね。そりゃそうでしょうね。あ、都道府県別本因坊戦調整手合いの沖縄3回やってるんですね。はいはいはい。海外7回と多いね。大阪意外と14。大阪より兵庫の方が多かったりするかな。そんなことはない。静岡が
静岡が多い。多いですね。やっぱりあの5曲、6曲、7曲、時は。あ、終わりましたね。左下抜き抜き抜き。終わりました、終わりました、はい、終わりました。あ、最初、これ、あの、どこまでを記録とするかわからないんですけど、ね、今、ルールとしてこれね、絶対最後のダメ詰めまで、あの、責任。あ、今、石の交換しました、ね。ダメ詰めの石がないんですね。うん、ダメ詰めの石がない。はい、あの今こちら、検討室では慌ただしくなって、対局室の方を向かわれました。これ正式にはどこまでがあれなの、手順になるわけ。どうなんでしょう、向き、左下抜きぐらいまでじゃないですか。じゃあダメ詰めはもう全部ノーカウントってことかな、かもしれない、ね、でもたまにダメ詰めで事件が起きるからね。起きますからね、うん。これ設置埋まりますか、最後ゼロとか。理屈からしたら埋まるんちゃうの。今何個交換したかっていうのは関係あるかな。ないか。あるな。これこっからじゃ形勢わかん、あの取った数わかんないことありますね。あのマイナスだった場合。そういうことあるね。だってうわ埋まるわ。あ、埋まりました。埋まった。4黒、白3つ残ってるみたいですね。取った石が。この状態やったら白2目半勝ちやけどな。この状態ならそうですけど、3つ、取り石があるんやね。あ、あるんですか。だからで多分黒の半目勝ちと。4対マイナス3ってこと。4対マイナス3ってことやね。みたいですね。ちょっとここには表示されてないですけど、どうやらそのようです。いやすごいね。いや壮絶な、はい、まあ私が思うのはこのすごさをですよ、はい、やっぱりどうやって伝えればね伝わるかっていう、やっぱり大谷のすごさとかって野球中に全く分からない人で見てるだけで、ね、分かります。どう見てもすごいな。うわ速っ、ボールがどこまでも飛ばすとかね。盤上見たら埋まってるのがとりあえず、なんか QR コードみたいな、ね、あ、そうやなうまいこと言うな。でもいや QR コード自体が囲碁から来てますね。あ、そうやった。そうなんです、あの伝送の、あ、そうやな、はい、あの囲碁好きで、ああそのバーコードを、まあ、もっと文字数入れられないかということで開発されたしかも特許取らんかったよ ね。取ってたらもうでもあえて取る、まあ、だから取らない方が普及しやすいと、うん、素晴らしい人ね。すごいですね、うん。検討もこれ聞けますか、どこのことを言ってるか多分並べないともう長すぎてわからないですから。この状態で検討するってなんか面白いね全部詰まってる。多分こう、まあ、このコウ立てのこと言ってるんじゃないかなと思うんです。これなんかいいね押してとか言わなかった。あ、もうぜひチャンネル登録ともういいねをね、高評価の方。ほらこの何これ5600人も見てるの、いいね22って少ないです。あ、これ更新したらもしかしたら。あ、そうかそうか、違うんよね、はい、こっちで見れる。あ、これこれ、あ、ありがとうございます。スーパーチャットもいただきました、ありがとうございます。長時間お疲れ様でした。午後の紅茶さん、この前も550杯いただいたね。超大きな調布先生が立ち上げて、あ、そうか、ちょうどよかったな確かに、まあ、一応黒としては仕方ないのかなと思ってたんですけど、ちょっとその後、1日目の午後の近く、これ、感想聞きたいんですよね、はい、ちょっと冴えなかったかなと思って、そしてのあたりの感じで、はい、はい、じゃあ、はい、結構お家で頑張れたので、長時間ね、鑑定いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また、第5曲ありますんで、そちらの方もよろしくお願いします。とは、これはこのまま放送されます、ね。
はい、そうですかね。はい、はい、じゃあ、インタビューの方を引き続きご覧ください、はい、ありがとうございました。まあ、一応こう失礼します。まあ、こちらがそんなに海に合わない格好になって、少し、まあ、なんていうか元から見たら隠したのかなというふうに思ってたんですけど、ちょっとそうですね、含まれるっては最初読みましたので、やはりそこは少し意味を落としがありましたでしょうか。なんかちょっと違うコースはいろいろ考えてたんですけど、まだちょっと切られてから考えているようでおかしかったですね。まあ、まあ、スケレットなりぐらい休憩もらえるのが良かったかなというふうに。まあ、そう、非常に難しいコーナーだと、さらに細かい寄せ勝負になりましたけれども、はい、どのあたりで、まあ、勝ちかなというところが考えましたでしょうか。ですね、まあ、ちょっとこのあたりやったんで仕掛けていったのが良かったかどうかわからないんですけど、一応まあ開くとこのあたりで少し熱いのかなと思ってたんですけど、ちょっとまだはっきりとは分かってなくて、まあ、そうですね、まあ熱があったりで、なんていうか、もう一回一目半、まあ、まあ、もうその感じから残るかなという感じです。まあ、これで、3勝目を挙げて、まあ、対局であと1勝目をしましたけれども、まあ、次へ、そうですね、ちょっと、まあ、中盤、なんていうか、時間の使い方もちょっと違うだったなという感じもありましたし、ちょっと、まあ、ここで、まあ、かなり損してしまったところもあったので、まず、そういう、まあ、読みとか判断というのも、ちょっと正当化にしていただけたらと思います。はい、同様に、まあ、1日目、そして数日目までの中で、これは読みを出してもらいましょうか。そうですね。あ、序盤の、出て、三三つけたっていうのが、まあ、ちょっと、まあ、そう打ちたくなってしまったんですけど、ちょっと、まあ、時期尚早だったかなっていう感じは、まあ、そうです。まあ、それなりに、まあ、自分が、黒も、悪い、なので、まあ、それなりに局なのかなと思ったんですけど、でも具体的な手がそんなにないので、やはり、ちょっと、そうですね、かなりこちらに食いつけるような展開じゃないと、ちょっと、まあ、あのプランでしまったかなという感じがしてました。まあ、上辺とか、まあ、戦いで、まあ、盛り返したかなというのは、そうですね、まあ、1日目の後半、まあ、少し、まあ、楽しみも出てきたかなというふうに思ってて、まあ、そうですね、終わったとき、1日目終了時点ではもうそれなりに、まあ、難しいというか、楽しみも出てきたかなと思ってました。まあ、それで2日目に入りまして、まあ、昼食を受けるあたり、まあ、結構パタパタと進みましたが、はい、そのあたりはいかがでしたか。いや、ちょっと行って行って全然分からなかったんですけど、そうですね、ちょっといろいろ、まあ、なんていうか、いろんな手があったと思うんですけど、ちょっと現時点ではよくわからないです。まあ、その後、まあ、井山さんが本題の形になって、はい、まあ、難攻争いになりました。導入に非常に難しい形勢になったかと思うんですけれども、はいはい、どうでしょう、その辺に持ち込んだあたりではどのように考えているのでしょうか。そうですね、その前はちょっともう少し足りないと思っていたので、まあ一戦、まあ、かなり難しくなったというか、まあ、まあ好転していってもおかしくないかなと思ったんですけど、ただちょっと打っていって、まあいろんな、そうですね、まあ、ブレイクありますけど、ちょっとまあ判断が非常に難しかったです。これで、3回になってなくなったような形になりますので、次へ向けていきたいと思います。まあ、そうですね、まあ、思わとがない状況ですので、まあ、自分のように
まあ、精一杯準備して悔いのないように戦いたいと思います。ありがとうございます。やっぱ出るんです。あれ次も打たないの？ああ、単に出る。それもどっちかわかんなかった。伸びですか？まあ、伸びにくい。手取り。あ、そうですね。それで、まあ、難しい。白か、2、3個とか、まあ、少し持ちやすいくらい。ちょっと、やっぱ薄いですね。ああ、いや、そうですね。出られる。なんか、はい、少しなんか、鮮明が効いた感じが。ああ、なんか、ちょっと見て。なんか、インスタで見て。はい、はい、そう、まあ、聞いてきてくれて、パスで現場に来てると、割と、プロポーズが飛びやすいなんですけど、ただ、まあ、いろいろ難しいですけどね、あの、受けてくれるとも限らない、まあ、いろいろ、現場に来るっていうか、ちょっと、ちょっとそういうのは結構いい手でしたね、そこで少し、これじゃ伝わってますね、なんか、なかなかちょっと受けが難しくて、まあ反対の手もあるんですけど、うん、ちょっと結構、まあ一生懸命。いや、そうですね。ちょっと分かんないような、その辺り。300台。まあ、また最後、後半最後の方は、なんかちょっと、交代、立て方の中からやれば、多分、この辺そうそうそう、そこがちょっと変えないのは、ちょっと、もう切りからやっちゃって。実戦なんか4個くらい損壊があったので、まあ少しでも減らせば、あ、そうですね、そういうことです。いや、ちょっといろいろか切られたら、ちょっと見せる感じ。そこ切られてる瞬間はもう全くの五分で、なんか黒もなんか、あ、そうだ、押さえとかって、覗き一つ打ったりっていう効果が普通はちょっと黒が、注目が出そうな感じです。そうですね、いや、難しいんですけど、うん、AI もよく間違えてる。そうですちょっと筋に入ってくるかな。ああ、ちょうどなんか、手になるなんか成功した手は別にいいんですけど、なんか一目捨てるとか、ああ、これに、そうですね、まあ、いや、それって簡単に言って、まあ、なんか2、3目、ちょっと、この隅も少し寄せが効きそうなんですよ、また。なんか出て、でかく入ると、でなんか切って、そうそうそう、そこら辺なんかちょっと、なんかただじゃないんで、はい、まあ、ちょっと寄せが効く形なんですけど、薄いですよね。最初から次回。ああ、それもありますね。ちょっと、日本棋院は100周年。
ティーンは100周年ご視聴ありがとうございました。日本キーンは100周年。皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします。